将来、東京の交通問題を解消する手段として注目される空飛ぶ車が、今日都内で初飛行しました。今機体が浮かび上がりました。非常にゆっくりと動きながら安定しています。プロペラを回転させながら大空に舞い上がった空飛ぶ車。これは東京都の先端技術などを体験するイベント、寿司テック東京の一環で、今日都内初飛行の様子が公開されました。飛んだのはアメリカのベンチャー企業が開発した一人乗り用のもので、およそ10メートルの高さまで浮上して旋回しました。自由に空を舞う空飛ぶ車に、会場では一斉に写真などを撮る人の姿が見られました。まあ、非常に便利だと思いますね。渋滞なんかも非常にね、クリアになりますしね、はい、期待してます。ちょっと興奮しました。ちょっともう言葉にならない感じで、乗りたいです。早く乗りたい。東京都は道路の渋滞などの影響を受けないことから、2030年以降、物流業界などでの空飛ぶ車の実用化を目指しています。空飛ぶ車の飛行の様子は、明日以降も無料で観覧できるということです。